梅坊のイマジンです。清志郎です。今日はたまたま同じ回だったんですけど、そうなんですよ、ゲゲゲイ歌劇団のキテレツメンタルワールド見に来ました。で、今見てきました。最高だったね。本当に素晴らしかったね。面白いもの見てるんだけど、ちょっといけない経験してるような感覚に陥るじゃない。そう、なんかそのオンオフのバランスをすごくうまく使われてて、やっぱなんか心の中のそのざわつきと、あとかきたてられるその興奮する気持ちも全部このなんか詰まってる作品で、ゲゲゲイ知らない人に対してのメンバーの紹介的なところもあったりするんだけど、それもキャッチで分かりやすいんだけど、ゲゲゲイ特有の尖った感性というか、そういうところも失ってなくて、すごいバランスが超良かったかもしれない。なかなかないですよね、その絶妙さをついてくるエンターテインメントに。どっちかやっぱ偏ってしまうのがあるところをうまく言葉にできない、その感情をうまくそのダイレクトに言葉にできない感情で伝えさせてくれる感じがまたなんかね、良かった。バランス保ちつつ尖ってるってのはなかなかないから、ね、かつなんかそのメンバーと、あとなんつってもマイキーの才能を爆発してる感じだったよね。何でもできんなおいみたいな。そう、落ち込む、そうね、万能感にちょっと落ち込むね。確かに天才だな、まあ、単純に何も知らなくても楽しめる上に打ち抜けてるんで、ぜひあと2日ぐらいあるのかな、ぜひ当日券もあるみたいなんで、ぜひ行ってください。超おすすめ、マジおすすめです。芸術の秋イマジンでした。セシロでした。どうもー。